成功しても綺麗な体型になれない人って意外と多くいるんですよ。その原因は皮のたるみ、落ちる体重のスピードに皮膚が縮まるスピードが追いつかないんですね。せっかく痩せても皮がブヨブヨだったら台無しじゃないですか。どうせなら引き締まったピチピチの肌になりたいですよね。そこで今回はダイエット後に皮膚がたるんでしまう原因と皮膚をたるまないようにする予防方法、たるんでしまった皮膚を元に戻す方法について解説していきたいと思います。まずはダイエット後になんで皮膚がたるんでしまうのかについて解説していきたいと思います。人間の皮膚はコラーゲンとエラスチンっていうタンパク質によって構成されています。カロリーの過剰摂取で太っていくと体の内側にある脂肪がボーンって膨らんでいって、その外にある皮膚をぐん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 引き伸ばしていくんです。この皮が伸びた状態が続くとコラーゲンとエラスチンがダメージを負って縮まる力が弱くなるとされています。皮に元の大きさに縮まる力が失われてしまうので、ダイエットで脂肪が失ったとしてもその外側にある皮がデロンと垂れ下がった状態になっちゃうんですね。でもダイエットをした人全てが皮膚がたるんでしまうわけではないんですよ。皮膚がたるむ人にはいくつか共通する原因があるので、まずはそれらの原因が自分に当てはまっていないかチェックしてみましょう。まず1つ目、遺伝子。まあこれはちょっとどうしようもないんですけど、皮膚のコラーゲンとかエラスチンの量とか、あとは減量した時にどう体が反応するかっていうのは、まあ生まれつき決まっているものがあるので、人によっては皮膚が垂れやすい人、もしくは垂れにくい人がいると思います。で2つ目、これもまたしょうがない、これは加齢ですね。年を取ること、年齢を重ねるごとにコラーゲンの量っていうのはだんだん少なくなっていくので、なので年を取ってから慌てダイエットを始めると皮膚がたるんでしまうっていうのもこれが原因です。ここからが生活習慣、生まれつきではないもので、まずは長期的な肥満。さっき述べたように長期間肥満状態が続くと肌がダメージを負って縮まる力が弱くなっていくんですよ。なんで太ってからずーっと太った時間が続くと、その分肌がダメージを負うので皮膚が垂れる可能性は高くなっちゃいます。でもう1つは急激な減量。短期間で急激にズドンって体重を落とすと皮膚の縮まるスピードが脂肪が落ちるスピードに追いつかないので、皮が余る危険性が高くなります。あと日焼けですね。肌が日光にさらされ続けると皮膚がダメージを受けて肌の老化が進むことが分かっています。まあ、日焼けした肌って健康的なイメージがあるんですけど、美容の面からはあまりお勧めできないです。あとタバコですね。タバコを吸うと体のコラーゲンを作り出す力を弱めてしまって、で今皮膚にある肌のコラーゲンを傷つけることが分かっています。まあ、こんな感じでいくつかの原因が重なって皮膚が垂れてしまうんですね。原因を頭に入れたところで、次はダイエット後の皮の余りを最小限に抑える方法を紹介していきます。これからダイエットを始めるという人はぜひ参考にしてみてください。まずは肥満体系を早めに卒業すること。太っている期間が長ければ長いほど肌に対するダメージも高くなっていくんですよ。なのでちょっと太ってきたかなっていう人はなるべく早めにダイエットをして元の体型に戻ることをお勧めします。で2つ目、ダイエット中に筋トレをすること。食事制限だけで痩せると脂肪も落ちるんですけど筋肉も落ちてしまうんですよ。皮の内側にある脂肪と筋肉、この両方が失ってしまうと隙間が大きく空いてしまうので皮が垂れやすくなっちゃいます。なんで筋トレをしっかりして脂肪を落とすけど筋肉は維持するようにすれば、その分隙間が小さくなるので皮がたるむリスクは下がります。筋トレをしている人に肌の張りがいい人が多いのはこういう理由ですね。あとはゆっくり体重を落とすこと。ダイエットって聞くとどうしても短期間でズドンって痩せようとする人が多いんですけど、時間をかけて痩せないと皮膚が縮むスピードが追いつかないんです。あと極端な食事制限で一気に痩せようとすると筋肉も衰えてしまうので、その分隙間が空いてまた皮膚が垂れやすくなっちゃいます。まあ、具体的な目安としては、理想の体重を落ちるスピードは1週間で 0.5 から1キロぐらい、1ヶ月で2から4キロぐらいが望ましいですね。コラーゲンが傷ついたり作り出す力が弱まることで皮膚がたるんでしまうので、コラーゲンの元になる栄養素を摂ることもとても大切です。具体的にはタンパク質とビタミン C ですね。タンパク質は肉、魚、卵、プロテインとか、ビタミン C は果物に含まれているので、普段の食生活でこれらの食材が足りてないかなって思う人はちょっと意識的に取り入れるようにしてみてください。でコラーゲン鍋とかサプリメントとかでコラーゲンを直接取り入れようっていう人は結構いるんですけど、コラーゲンは体に吸収されるときにアミノ酸に
度分解されてから吸収されるので、コラーゲンを取ってもコラーゲンとして利用されるかどうかは分からないんですよ。なんでコラーゲン鍋、コラーゲンサプリメントで取ろうとするのはお勧めしないです。肌に塗るコラーゲンクリームも同じですね。まあ、保湿効果はあるかもしれないんですけど、コラーゲンはちょっと肌から吸収するのには大きすぎる。玄関にトラックで突っ込むようなものなので、ちょっと現実的じゃないかな。あと外出時は日焼け止めを塗ることも結構大切です。夏とか天気がいい時、快晴の時は、あ、日差しを浴びてるなって実感するので日焼け止め塗る人が多いんですけど、冬とか曇りの日でも肌は紫外線を浴びているので、もうオールシーズン日焼け止めを塗ってから外出する癖をつけた方がいいと思います。あとタバコをやめる。基本的にタバコは肌にとっていいことは一つもないです。肌が老化しているように感じるとか、ダイエット後に皮膚がたるんだ気がするって人はタバコを控えた方がいいですね。ここまで皮余りの予防方法について解説してきたんですけど、一度皮がたるんでしまったらもう元に戻る方法はないのかっていうふうに考える人もいると思うんですよ。これは、イエスとも言えるしノーとも言えます。2、30キロとかもうめちゃくちゃ大量に急激にドーンと落とした人は、正直もう皮はそれ以上縮まる可能性も低いので、外科的な手術が必要になるかもしれないです。まあ、ただ10キロ未満の一般的なダイエットの範疇であれば、余った皮は元に戻るかもしれません。そもそもみんなが言ってる垂れた皮ってのは本当に皮なのかって話なんですね。振り袖状になったその二の腕とか、あとはブヨブヨになったお腹の皮をつまんで、あ、皮膚が垂れちゃったって言ってる人が多いんですけど、大抵の場合それつまんでるのは皮膚じゃなくて脂肪です。なので適切なダイエットをして体脂肪率を落とせば、そのたるみっていうのは改善されます。でこのダイエットしたら皮がたるんだっていう症状は、大体食事制限だけで痩せてしまった人に多く見受けられるので、食事管理はもちろんなんですけど、トレーニングを併用して行うことをお勧めします。中には外科手術をして垂れた皮を取り除かないといけない人もいるんですけど、多くの人にとっては減量後の皮余りは解消可能です。食生活や運動習慣を見直して痩せればいいだけです。食事や食生活を見直して筋トレを始めれば、大抵の人は綺麗な体型になります。まあ、なるべく楽して痩せたいって思うことは当然ですし、気持ちもわかるんですけど、そうやって極端なダイエット方法を始めてしまうと皮がたるんでしまうことはもちろん、他にもいろいろ問題が出てくるので、本当に綺麗になりたいのであれば、簡単とか速攻とかちょっとキャッチーな言葉に惑わされずに、正しいダイエットに目を向けるべきかなとは思います。